カトリーヌ・ド・メディシスは、フランス王・アンリ2世の王妃。フランス王・フランソワ2世、シャルル9世、アンリ3世の母キサギ。イタリアのフィレンツェで、ウルビーノ公ロレンツォ2世デ・メディチと、オーベルニュ・ハクジャン3世の娘マドレーヌの間に、生まれた。イタリア語名は、カテリーナ・ディ・ロレンツォデメディチ。彼女を出産後に、母が亡くなり、間もなく父も亡くして、孤児となる。 1533年、ローマ教皇クレメンス7世と、フランス王フランソワ1世の間で、縁組交渉がまとまり、フランスの第二王子オルレアン公アンリ・ド・バロワと結婚する。10人の公務が、アンリ2世の長愛は、愛称、ディアーヌ・ド・ポアチエに独占されていた。1559年に、馬上槍試合での事故で、アンリ2世が死去し、 長男フランスは2世の短い知性の後に幼い、シャルル9世が即位すると摂政として政治を担うことになる。国内では、ユグノーとカトリックの対立が激化しており、カトリーヌは、融和政策を図るが、フランス宗教戦争の勃発を止めることはできなかった。急戦と再戦を繰り返した1572年に、パリやフランス各地で、 プロテスタントの大量虐殺が起こり、カトリーヌは悪名を残すことになる。シャルル9世は、この2年後に死去し、4男のアンリ3世が即位するが、内乱は、カトリック人エのギーズコアンリ、そして、ユグノー人エのナバラ王アンリとのいわゆる、3アンリの戦いの様相を呈し泥沼化する。1588年に、アンリ3世は、強行手段に出て、 ギーズ湖アンリを暗殺するが、病床にあったカトリーヌは、息子の愚行を嘆きつつ、ほどなく死去した。カトリーヌの死の8ヶ月後に、アンリ3世は、カトリック修道士に暗殺され、バロア朝は断絶した。ナバラをアンリがアンリ4世として即位し、新たに、ブルボン朝サが開かれた。芸術を愛好し、宮殿の造営や歌謡、演劇の分野で才能を発揮した。また、 フランスの食文化の発展に貢献したとも言われるが、証拠はなく、影響を与えていないと考える学者もいる。イタリア出身ではあるが、その生涯の大半が、フランス王族としての自責であるため、便宜上、本項目ではフランス語読みの、カトリーヌ・ド・メディシスで統一する。父ロレンツォ2世デ・メディチと、母マドレーヌ医師、または、 薬剤師を外するフィレンツェの信仰富豪一族、メディチ家は巨大な富と権力を手にしていた。カトリーヌの父ロレンツォ2世でメディチは、おじの教皇令を10世によって、ウルビーノ皇に除されたが、ロレンツォの死後にその称号は、フランチェスコ・マリー・アイス・セイ、デッラ・ローベレーに奪い返されている。このため、父が皇爵であり、母マドレーヌ・ドラ・トゥール・ドーベルニューが、 ブローニュジョ白尺であるにもかかわらず、カトリーヌ本人は、比較的低い出自となった。教皇クレメンス7世。セバスティアーノ・デル・ピオンボが、1531年。クレメンスは、カトリーヌとオルレアンコ・アンリとの婚約を、世界一の組み合わせと呼んだ。ロレンツォとマドレーヌは神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世に、 対抗するフランス王フランソワ一世と、教皇レオ十世との同盟の一環として1518年にアンボワーズで結婚していた。同時代の年代記によると、カトリーヌが1519年4月13日、水曜日にフィレンツェで生まれた時、両親はまるで男子が生まれたかのように喜んだという。しかし彼らの喜びは長くは続かず、 母マドレーヌは4月28日に、父ロレンツォ2世もまた5月4日に、相次いで死去してしまう。メディチ家系脈を正当に継ぐ、唯一の人間となったカトリーヌに対し、フランソは1世は後見人たるを望むが、教皇レオ10世はこれを拒絶した。教皇レオ10世はカトリーヌを、弟の諸子である、一方リトでメディチと結婚させて、 フィレンツェの共同統治者に据えることを意図していた。カトリーヌは当初、父方の祖母アルフォニシーナ・オルシーニに養育された。1520年に、アルフォンシーナが死去すると叔母のクラリーチェでメディチに、引き取られ、いとこたちと育てられた。1521年に、教皇レオ10世が死去し、皇帝カール5世のオスハドリアヌス6世が、新教皇に選出されたことにより、 メディチ家の権力は一時的に衰えたが、新教皇は短命に終わり、1523年に一門のジュリオ・デ・メディチス・キキ教が教皇に選出された。教皇クレメンス7世はカトリーヌにフィレンツェのメディチリッカルディ宮殿を与えた。フィレンツェの人々は彼女の公認されていないウルビーの皇位継承権を尊重して、小降女と呼んだ。1527年。 フィレンツェにおけるメディチ家の政権はクレメンス7世の代理人シルビオパッセリーニに反対する派閥によって打倒され、カトリーヌは人質とされて女子修道院に入れられる。当時、教皇クレメンス7世は皇帝カール5世と敵対していたが、フィレンツェを奪回するためにカール5世の皇帝体官を余儀なくされた。1529年10月、カール5世の軍隊は、 フィレンツェを包囲した。包囲が長期化すると、カトリーヌを、インバイアに入れろ、城壁にさらせ、兵士の慰み者にしろなどという声が上がり、兵士たちは彼女をロバに乗せて、群衆のあざけりを受けさせながら通りを引き回した。1530年8月12日にフィレンツェは、陥落し、教皇クレメンス七世はカトリーヌをローマへ呼び寄せ、面会の時には涙を流しながら迎え入れた。 その後、彼は、カトリーヌの夫探しに取りかかる。オルレアンコ・アンリとカトリーヌの結婚式。ジョルジョ・バザーリが1550年。カトリーヌがローマを訪れた際に、ベネツィア大使は、小柄で痩せており、顔立ちに、優美さはなく、また、メディチケ特有の突き出た目をしていると述べている。カトリーヌはいとこのイポリットと恋仲になっていたが、 教皇クレメンス7世は、野心家の彼を退けて、別の婿を探した。ウルビーノ公デッダローベレ、ミラノ皇、フランチェスコニセイス・フォルツァなど数多くの、旧婚者がいたが、1533年初めに、フランソワ一世が、ジナンオルレアン公アンリとの縁談を持ちかけると、教皇クレメンス7世はこれに同意した。教会の出身者の命であったが、 メディチ家の出身のカトリーヌとフランス王族との結婚は不釣り合いと見られた。反対する意見もあったが、フランスワ一世はイタリア対策を重視してこれを押し切った。派手な装飾や贈答品によって誇示された盛大な結婚式は1533年10月28日にマルセイユで挙行された。アンリ王子はカトリーヌのためにダンスと馬上やり試合を披露している。 そのシニア、14歳の夫婦は、婚姻を遂行するために結婚舞踏会を辞した。アンリは、父フランソワ一世に伴われて寝室に現れ、フランソワ一世は、婚姻が完了するまで、そこで見届けたとされる。彼は、二人は、馬上やり自愛のごとき勇気を示したと述べている。教皇クレメンス七世は翌朝に、新郎新婦の元を訪れ、 婚姻が成し遂げられたことを祝福した。アンリ二世。レオナール・リモザンが。1555から60年。アンリは、少年期に4年半、人質として、スペインで過ごしており、この試練は、彼の人生に影響を与え、内向的で陰気な性格にした。ディアーヌ・ド・ポアチエ。フランソワ・クルーエが。16世紀中頃。結婚した、最初の年。 カトリーヌは、夫と、ほとんど会うことはなかったが、宮廷の女性たちは彼女を丁重に扱い、その知性と行為を得るための熱心さに感銘を受けている。ところが、1534年9月25日に、教皇クレメンス7世が死去すると、フランス宮廷における、カトリーヌの立場は悪化した。新教皇パウルス3世は、フランスとの迷約を破棄し、 先代クレメンス7世が約束した巨額の持参金の支払いを拒否した。フランソワ1世は、この少女は、すっぱだかで、私のところへ来たと嘆いている。アンリ王子は妻であるカトリーヌに関心を示さず、愛人を持つようになった。結婚から最初の10年間、カトリーヌは子を産むことができなかった。一方、1537年に、アンリの愛称の一人、 フィリッパ・ドゥーチが女子を出産し、アンリはこの子を認知している。これによってアンリがこうなすことが証明され、カトリーヌへの圧力がより一層強まることになった。1536年、アンリの兄フランソワが、テニスの試合後に引いた風邪が元で熱病にかかって死去し、アンリが王い継承者となった。王太子妃となったカトリーヌは、 将来の多い継承者を生むことを期待されるようになる。宮廷年代記作家、ブラントームによれば、多くの人々が、フランス王家の継承を安泰にするために、彼女を離縁するよう、王や王太子に進めたという。離婚が議論され、絶望的な状況に置かれたカトリーヌは、妊娠するために当時知られる、あらゆる手段を用いた。牛の糞とおじの稼働彼女の、 生命の源に貼り付けたり、ラバの尿を飲むことまでした。1544年1月20日、彼女はついに男子を産み、王にちなんでフランソワと名付けられた。一度、出産を経験すると、以降カトリーヌは妊娠することに何らの支障もなくなった。これは、王太子夫妻の生殖器の異常を指摘し、解決法を助言したいシジャン・フェルネルの功績とされる。 その後、カトリーヌは、アンリとの間に9人の子を産み、そのうち7人が成長し、その中には、将来のシャルル9世、アンリ3世そしてエルギュール・フランソワが含まれる。14世紀以降フランスを統治していたバロワ朝の、将来は安泰かと思われた。新たに見つかった彼女の妊娠をする能力は、夫婦関係を改善することにはならなかった。 アンリは18歳年上のディアーヌ・ド・ポワチエを愛称にしており、彼女がアンリの愛情を独占していた。もっともアンリは配偶者としてカトリーヌの立場を尊重してはいる。1547年にフランスは一世が死去してアンリが即位し、カトリーヌはフランス王妃となる。1549年6月、彼女はサンドニ大聖堂で退官した。 王妃時代のカトリーヌ・ドメディシス。ベネツィア大使、ジョバンニ・カペッロは40歳を前にした彼女を、口は大きすぎ、目はつき出すぎで顔も青白く美しくはない。だが、金星の取れた体格と美しい手を持った非常に、威厳のある女性であると述べている。アンリ二世はカトリーヌが、いかなる政治的影響力を持つことも許さなかった。国王が、不在中はカトリーヌが、 セッションの役割を担ったが、権限を厳しく制限されており、名目的なものに過ぎなかった。アンリ二世はカトリーヌがもらい受けることを望んだ、シュノン総を女王、ディアーヌ・ド・ポアチエに与えてしまい、彼女はここを、権力の中枢となして、パトロネージンを施し、贈り物を受け取った。新生ローマ帝国大使は、アンリ二世は来客たちの前で、ディアーヌの膝に座って、ギターを弾き、 政治について語り、または、彼女のちぶさを愛部していたと報告している。ディアーヌはカトリーヌを脅威と認識していた。彼女は国王にカトリーヌと寝室を共にして、もっと子供を作るよう進めた。1556年、カトリーヌは、双子の娘を出産した際に死にかけている。医師たちは、カトリーヌの命を救うために、双子の一人の足を折り、その子は、 彼女の体内で死亡した。生き残った子も7週間後に死亡した。以後、カトリーヌが子を産むことはなくなった。アンリ2世の知性に、ギーズ家兄弟が台頭し始めており、次男のシャルルが数奇教となり、アンリ2世の幼馴染の長男フランソアが、ギーズ公となった。彼らの姉メアリー・オブ・ギーズは、スコットランド王ジェームズ5世と結婚して1538年に、 スコットランド女王メアリーの母妃となった。メアリーは5歳半の時に、フランス宮廷に招かれ、王太子フランソワと婚約した。カトリーヌはメアリーを、自分の子供たちと共に、フランス宮廷で育て、一方で、メアリー・オブギーズは、娘の摂生として、スコットランドの統治に当たった。1559年4月3日から4日、 アンリ2世は新生ローマ帝国及びイングランドと加藤カンブレジ条約を締結し長期にわたったイタリア戦争を終結させた。条約では13歳になるカトリーヌの娘エリザベートとスペイン王フェリペ2世との婚約が取り決められていた。同年6月22日にパリで挙行された代理結婚式は祭典や舞踏会。 仮面劇そして5日間にわたる馬上槍試合で祝われた。アンリ2世とモンゴムリハクとの馬上槍試合。アンリ2世はディアーヌのシンボルカラーである黒と白の羽飾りを身にまとって馬上槍試合に臨んだ。アンリ2世はギーズ公とヌムール公を破ったが、若いモンゴムリハク、ガブリエル・ド・ロルジュは彼を強打して落馬仕掛けさせた。 アン里二世は、モンゴムリハクに再戦を挑み、この時、モンゴムリハクの槍が、国王の顔面を突き刺した。アン里二世は落馬し、顔面からは、血が吹き出し、とても大きな破片が、目や頭に突き刺さっていた。この事態に、カトリーヌ、ディアーヌそして、王太子フランソワは皆沿途した。アン里二世は、トゥルネール城に運び込まれ、ここで五つの木片が、 頭から引き抜かれたが、そのうち一つは眼球を貫通して脳に達していた。カトリーヌは王の枕元に自死したが、ディアーヌは当時の年代気作家によれば王妃によって追放される、恐怖のために遠ざかった。続く10日間、アンリ2世の容体は揺れ動いた。手紙を口述し、音楽を聴くほど回復することもあったが、次第に彼は視力。 言語能力そして意識を失い、7月10日に死去した。その日、以来、カトリーヌは、これが私に涙と痛みをもたらしたと刻んだ、折れた槍のエンブレムを持ち、アンリ二世を痛む黒い模服を常に着用するようになった。フランソワ二世と、王妃メアリー・スチュアート。フランソワ・クルーエが、1558年、16世紀初めに、ドイツで始まった。 宗教改革の影響はフランスにも及んだ。神聖ローマ皇帝カール五世と敵対していたフランスは一世はプロテスタントに対して比較的寛容であったが1534年の劇文事件を契機に弾圧に転じる。アンリ二世もこの政策を引き継ぎ家計法廷と呼ばれる異端審問を設置してプロテスタントを迫害した。フランスのプロテスタントは ジャンカルバンによって創始されたカルバン派が主流となり、迫害を受けたにもかかわらず、平民から貴族まで広い社会階層が、プロテスタントに帰依するようになっていた。このような情勢の中、フランソワ2世は15歳で即位した。この前年に、フランソワ2世と結婚したスコットランド女王、メアリーのおじにあたるロレーヌ・スーキ教徒ギーズ公、フランソワが、 アンリ二世が死去した次の日に一種のクーデターを起こして、権力を掌握し、国王夫妻と共に、ルーブルグルへ移った。この数日後に、イングランド大使は、ギーズ家兄弟は、国王のすべてを支配したと報告している。差し当たり、カトリーヌは、ギーズ家兄弟と共に働かざる得なくなった。国王はすでに成人していたので、彼女の宮廷内での役割は明確ではなかった。 それにもかかわらず、国王は、すべての国務に際して、これは、我が母校が同意されるところであり、世も、母校のすべての意見に同意し、ゆえに世はこれに満足し次の命令を発する、との言葉を添えている。カトリーヌは新たに得た権力を利用することは、ためらわなかった。彼女がまず言ったことは、ディアーヌに放棄と首脳奏状を王室へ返還させる、ことだった。その後、 彼女は、旧地のディアーヌによる装飾をでき得る限り、取り除かせている。もっとも、カトリーヌの報復はここまでで、すでに60歳になっていたディアーヌに、代わりの領地を与え、余生を全うさせている。熱心なカトリックであるギーズ家兄弟は、プロテスタントの迫害を始めた。カトリーヌは、恩恵な立場を取りギーズ家による迫害に反対したが、 自身はユグノーに共感していたわけではなく、そもそも彼らの心情をよく理解してはいなかった。ユグノーは当初は第一血統親王であるブルボン家のナバラ王アントワーヌを名手にいただき、その後、より信仰に熱心な弟コンデコー、ルイ一世を名手としており、彼はギーズ家を武力で打倒しようとする陰謀を支援していた。ギーズ家兄弟がこれを察知すると、 宮廷をアンボワーズ城へ移させた。ギーズ港は城外の森に潜んでいた反乱軍に奇襲をかけ、指導者ラルノディを含む敵の多くをその場で殺害した。生き残りは川に投げ込まれるか、カトリーヌや廷臣たちの面前で公主刑に処された。1560年6月、カトリーヌはミシェルとロピタルを大法官に任命した。 ロピタルは無秩序が広がりつつある状況下で、カトリーヌと共に放置体制を守るべく画策した。二人は武力行使をしていないプロテスタントの個人的な礼拝行為は罰する必要はないとみなしていた。同年8月、カトリーヌはフォンテーヌブローグに諮問会議を招集して、プロテスタントに発言の機会を与えた。 彼らは特定の場所での礼拝の自由を主張しており、まだ妥協の余地は残されていた。しかるに、コンデコーはこの年の秋に、南部で武装放棄をして、諸都市を攻撃した。カトリーヌは、コンデコーを宮廷に召喚し、到着後直ちに投獄した。11月に裁判にかけられ、国王に対する反逆の罪で死刑を宣告された。だが、彼の命は、 フランソワ2世が中次元が元で死去したことにより救われる。フランソワ2世が助からないと悟ったカトリーヌはナバラ王アントワーヌと結託し、ナバラ王が次の国王の摂政に就任する権利を放棄する見返りに弟のコンデコを釈放すると約束した。これにより12月5日にフランソワ2世が死去すると、 国務会議はカトリーヌを摂政に任命して全権を委任した。彼女は娘のエリザベートに私の主な目的は私の目の前に神の名誉を抱き私の権威を維持することです。これは私のためではなく王国とあなたの弟たちの利益を守るためですと書き送っている。シャルル九世フランソワ・クルーエが1565年。 ベネツィア大使、ジョバンニ・ミキエルは彼について、強権ではないが澄んだ目をした礼儀正しい、立派な子供だ。彼は、自らの健康にとって危険すぎる、肉体鍛錬を好み、呼吸困難を引き起こしたと述べている。内戦勃発深刻をおしゃる9世はわずか10歳で、あり、摂政のカトリーヌが、国務会議を主催して、政策を決定し、国政とパトロネージを統制した。 しかし、彼女は内戦勃発寸前にある国内全体を統治する立場にはなかった。フランスの多くの地域では国王ではなく貴族が支配権を掌握していた。彼女が直面する問題は複雑であり、また理解するのも困難であった。カトリーヌは信仰上の相違を解決するべく、双方の教会指導者を招集した。彼女の楽観的な見通しに反して、 ポワシー会談は決裂し、1561年10月13日に、彼女の承認を受けることなく散会してしまう。彼女の失敗は、宗教分裂を政治的問題とのみみなしていたことで、あった。歴史家 R.J. クネヒトは、彼女は、宗教的信念の力を過小評価しており、周波指導者の合意を得さえすれば、すべては、うまくいくと想定していたと述べている。 1562年1月、カトリーヌは、プロテスタントとの橋渡しを図って、サンジェルマン寛容令を発した。だが、同年3月1日に、バシーの虐殺で知られる事件が起き、ギーズ公と兵士たちが、バシー村で礼拝を行っていたユグノを襲撃して74人を殺害し、104人を負傷させた。この事件を、悲しむべき出来事と呼んだ、ギーズ公は、 パリの人々からは英雄として喝采されたが、ユグノーは復讐を求めた。この虐殺がフランス宗教戦争の導火戦となった。続く30年間、フランスは武装和平を挟む断続的な内戦状態へと突入する。それから1ヶ月以内に、コンデコーとコリニー帝徳は兵1800を動員した。彼らはイングランドと同盟を結び、 フランス諸都市を占拠する。カトリーヌはコリニー帝徳と会見したが、彼は基準を拒絶した。このため、彼女は、あなたたちが軍隊に頼るならば、私たちのものもお見せしましょうとコリニー帝徳に言い返した。国王軍は直ちに反撃し、ユグノーの拠点ルーアンを包囲した。カトリーヌは、この包囲戦で狙撃され死の床にあったナバラを、 アントワーヌの元を訪ねている。この際に、周囲の者が戦場へ赴くのは危険であると止めると、彼女は、私の勇気は、あなたのものより大きいのですと笑ったという。カトリック軍は、ルーアンを占領したが、その勝利の喜びは短かった。1563年2月18日、オルレアン包囲中に、密偵ポルトロドメロが、ギーズ港を、背後から銃撃した。 この暗殺事件は、貴族間の死闘の引き金となり、内戦をより複雑なものとすることになる。だが、カトリーヌは同盟者の死を喜んだ。彼女は、もしも、ギーズ殿がすぐに死ぬならば、和平は、より速やかに成し遂げられましょうとベネツィア大使に、語っている。同年3月19日、アンボワーズ直令が発せられた。カトリーヌは、ユグノーとカトリック双方の軍隊を用いて、 イングランド軍に占領されていたルワーブルを脱回させた。武装した平和と内戦の再開戦563年8月17日、ルアン公ー投票員は、シャルル九世の成人を宣言したが、自身が同治に当たることはできず、また本人も政務にほとんど関心を示さなかった。カトリーヌは、アンボアーズ直令の実施統出への忠誠を回復させるために、 フランス大巡行を決意し、彼女は、シャルル旧世や帝臣たちと共に1564年1月から1565年5月にかけて、フランス各地を巡った。カトリーヌは、マコントネ・ラックで、プロテスタントのジャンヌ・ダルブレと会見を持ち、また、彼女は、スペイン国境近くのバイオンヌで、娘のエリザベートと再会した。 フェリペ2世はこの機会に不在にすることを謝罪すると、共にアルバコを派遣して、カトリーヌにアンボワーズ直令の廃棄と異端問題の断固たる解決法を見つけるよう求めた。1566年、シャルル9世とカトリーヌは、長年のオスマン帝国との同盟を頼りに、中オスマン大使、ギオームとグランシャインドグラントリを通して、 フランスのユグノーとフランス及びドイツのルター派をオスマン帝国支配地域のモルダビアへ移住させて軍事植民地を作りハプスブルク家に対する干渉地帯となすことをオスマン宮廷に提案したこの計画はフランス国内からユグノーを排除できる利点があったがオスマン帝国の関心を引くことはできなかった1567年9月27日ユグノー軍は 国王襲撃を企て、これが内戦再開の引き金となった。不意を襲われた宮廷は無秩序に、パリへと逃げ出した。戦争は1568年3月22日から23日の、ロンジモの詫儀で終結したが、民衆暴動と流血沙汰は続いた。モーの奇襲は、カトリーヌの体育の政策の転換点となった。これ以降、彼女は、 妥協的な政策を放棄する。彼女は、ベネツィア大使に対して、ユグノーから期待できることは、欺瞞だけだと語っており、ネーデルラントにおいて数千人のカルバン派と、反乱軍を処刑した、アルバコーの恐怖政治を称賛している、ユグノー陣営の指導者。ガスパール・ドコリニーとジャンヌ・ダルブレ・ユグノーは、大西洋沿海地域の要塞化された、拠点ラ・ロシェルへと退却し、 ジャンヌ・ダルブレも15歳の息子アンリ・ドブルボンと共に彼らに合流した。ジャンヌはカトリーヌに対して私たちは神と信仰を捨てるよりは死ぬことを決意してここへやってきたと書き送っている。カトリーヌはジャンヌを世界で最も恥ずべき女と呼んだ。だが資金を使い果たした国王軍は1570年8月8日にサンジェルマンの和議を結び、 ユグノーに対して、それまで、以上の寛容を余儀なくされた。カトリーヌは、王室間結婚によって、バロア朝の権益をより一層確実なものとしようと、した。1570年に、シャルル9世は神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世の王女エリーザベトと結婚し、彼女はまた二人の王帝たちのいずれかを、イングランド女王エリザベス1世と結婚させよう、ともしている。 1568年に、長女エリザベートが出産の際に死去すると、末娘のマルグリットを、スペイン王フェリペ2世の後添えにとしつこく進めていたが、彼女は、バロワ家とブルボン家の多い請求権を統合すべく、マルグリットとアンリド・ブルボンとの結婚を、画策するようになった。だが、マルグリットは、ギーズ公アンリと、密かに恋仲になっており、 このことを知ったカトリーヌは激怒し、娘を寝室から連れてきさせると、王と共に、彼女を叩き、寝巻きを引き裂き、そして彼女の毛髪を一つかみ引き抜いた。カトリーヌは、ジャンヌダルブレに宮廷に出資するよう圧力をかけた。彼女は、ジャンヌの息子との面会を求め、決して危害を加えないと約束すると書き送った。これに対してジャンヌは、申し訳ありません。 私はお手紙を読んで笑ってしまいました。なぜなら、貴女様は私がかつて感じたことすらない恐怖を取り除いてくださると申されますので、私は人々が言うように貴女が小さな子供を食べてしまうと考えたことなどございませんと返書した。ジャンヌが宮廷に出資するとカトリーヌは 彼女の手を強く握りしめ、最愛の息子に対する彼女の希望に付け込んだ。ジャンヌはアンリがユグノーに泊まることを条件として、最終的に息子とマルグリットとの結婚に同意した。ジャンヌは結婚衣装を買うために、パリを訪れた際に病にかかり、44歳で急死した。ユグノーの記録者たちはカトリーヌが手袋に毒を仕込み、ジャンヌを殺害したと非難している。 結婚式は1572年8月18日に、パリ市内のノートルダム聖堂で挙行された。サンバルテルミの虐殺虐殺跡を視察するカトリーヌ、エドワールド・バッポンさんが、1880年、結婚式に参列するため、コリニー帝徳をはじめとする多数のユグノー貴族がパリに滞在した。式の3日後、コリニー帝徳が、 ルーブルグーから宿へ帰る途中で銃撃を受け、手と腕を負傷した。窓に置かれた発煙しているひな和銃が発見されたが、犯人は、建物の裏手に用意していた馬に乗って逃亡している。コリニー提督は宿舎へ運び込まれ、下界、アンブロワーズ・パレが、肘から弾丸を摘出し、負傷した指を切断した。カトリーヌは、無感動にこの知らせを受け取ると、 コリニー提徳を訪ねて、涙を流し、犯人を罰すると約束した。一般的にはカトリーヌが、コリニー提徳襲撃の首謀者だとされるが、他に、ギーズケ、クロマク説、コリニー提徳の国王への影響を止めようとする、スペイン人教皇による陰謀説などがある。真実がいずれにあったにせよ、その後の流血事件は、カトリーヌや、 その他の指導者たちの統制を超えるものとなった。この2日後の8月24日、ギーズ港に率いられた兵士の一団が、コリニー帝督を襲撃、殺害した。これを契機に、民衆暴動が起き、兵士とカトリック市民が、ユグノを貴族だけでなく、プロテスタント市民をも大量虐殺する事態へと、発展する。このサンバルテルミの虐殺は、 カトリーヌの評判を大きく傷つけることになった。虐殺の前日に、シャルル九世が発した、そうだ皆殺しだ。皆殺しにしろ。との命令に、カトリーヌが関与していなかったと信じる理由はない。道理は明白である。カトリーヌと顧問官たちはユグノーが、コリーニー帝徳襲撃への復讐を求めて、武装放棄することを予期しており、それゆえに、彼らは、 ユグノーの指導者たちが結婚式のためパリに滞在している間に宣誓して彼らを粛清することを選択したのである。パリにおける虐殺はおよそ1週間続いた。虐殺はフランス各地に広まり秋まで続いた。歴史家ジュール・ミシュレはサンバル・テルミは1日ではなく1季節だったと述べている。 9月29日、ナバラ王は死を免れるために、カトリックに改宗して、聖壇にひざまずき、カトリーヌは、外国の大使たちに向き合い、交渉した。この日から、邪悪な、イタリア人母皇の伝説が生まれた。ユグノーの記録者たちは、マキャベリの原則に基づき一撃で敵を皆殺しに、した狡猾な、イタリア人のレッテルをカトリーヌに貼るようになる。 アンリ三世の即位と子供たちとの確執アンジュアンリ。フランソワ・クルーエが。1573年。サンバル・テルミの虐殺の2年後、カトリーヌは23歳のシャルル9世の死という新たな危機に直面した。その最後の言葉は、ああカーウェ、であった。王位継承者である弟、アンジュが、この前年に、 ポーランド・リトアニア共和国の国王に選出されて不在であったため、シャルル九世は死去の前日にカトリーヌを摂政に指名した。しかし、わずか3ヶ月前にバベル大聖堂で戴冠式を挙行していたアンリはフランス王になるため、ポーランド王位を放棄してフランスへ帰国した。カトリーヌはアンリにこうと書き送っている。私は、 このような出来事と彼が今はに示してくれた愛情を目にして悲嘆にくれています。私の唯一の慰みはすぐにでもあなたと会うこととあなたの健康です。もしもあなたを失うようなことがあったなら私は生きたままあなたと埋葬されるつもりです。アンリ三世はカトリーヌのお気に入りの息子だった。兄たちと異なりアンリ三世は成人男性として即位している。 肝臓が弱く、慢性疲労に悩んではいたものの、彼は、比較的健康でもあった。しかし、政務に対する関心は、気まぐれなものであった。彼はその人生の最後の数週間が前まで、カトリーヌや彼女の顧問官たちに依存している。彼はしばしば国事から隠れて、巡礼や無打ち苦行といった、軽心行為に熱中した。 1575年2月、アンリ3世は、大冠式の2日後に、ルイーズとロレーヌ・ボーと結婚し、その選択によって、外国の王女と、政略結婚をさせようとしていた、カトリーヌの計画は頓挫した。この頃、アンリ3世には子を産ませる能力がないとの噂が、広まっていた。教皇施設サルビアーティは、今後、子が生まれると想像することは、難しいです。医師や、 彼をよく知る、者たちは彼は極端に虚弱であり、そう長くは生きられない、言っていますと述べている。時が過ぎ、結婚による子が生まれる望みが薄れると、ムッシュのあだ名で知られる、カトリーヌのバッシアランソン公フランソアが、王位継承者のごとく、振る舞い、しばしば内戦による、無秩序を助長するようになった。彼女はフランソアを基準させるために、自らの、あらゆる権力を用いた。 ある機会には、彼女は6時間もかけて、彼の破滅的な行為の危険性について、教えさとしている。1576年にフランソアは、アンリ3世の王位を脅かす行動を起こしており、彼は、プロテスタント諸侯と同盟をして王室に敵対した。同年5月6日、カトリーヌはほとんどすべてのユグノーの要求を受け入れた、暴流直令を発した。 この協定はフランソワが王室に供養したものとみなされ、王帝殿下の和議の名称で知られる。その後、フランソワはネーデルラントに介入するが、惨敗を期して、彼の軍隊は虐殺されてしまい、それからほどない1584年6月に、結核のため死去した。その翌日、カトリーヌは、 私はすべてを有する神のご意志に従わねばならないと知ってはいますが、こんなにも多くの人々が私より早く死んでしまい、とても惨めな気持ちですと書き記している。最年少の息子の死は、カトリーヌの王朝構想の破局であった。男子の王位のみを認める、サリカ法に基づき、今やユグノーのナバラ王をアンリが、フランス王位の推定系証券者となった。 ナバラ王アンリは1576年に宮廷からの脱走に成功すると、プロテスタントに再改修して、ユグノー・ジニエへの名手となっていた。アラソン公フランソワとマルグリット・ドバロは少なくとも、カトリーヌは、末娘マルグリットと、ナバラ王とを結婚させる予防措置を講じてはいた。ところが、マルグリットは、フランソワと同様にカトリーヌにとっての悩みの種になっており、 1582年に彼女は一人で、フランス宮廷に戻ってきていた。カトリーヌはマルグリットが愛人を作っていると知り、金切り声を上げた。カトリーヌは、ポンポンヌ・ド・ベリエーブルをナバラへ派遣して、マルグリットの帰国を手配させている。1585年、マルグリットは再び、ナバラから逃げ出した。彼女は、領地のアジャンに引きこもり、母に金銭を交うた。 カトリーヌは、彼女のテーブルに食事を送り、十分な金銭を送っただけだった。カルラ城に移ったマルグリットは、ドゥ・ビアッキを愛人にした。カトリーヌは、アンリ3世に、マルグリットが再び自分たちに恥をかかせる前に、行動を起こすよう求めた。1586年10月、マルグリットは、ユッソン城に遊兵され、愛人のドゥ・ビアッキは処刑された。 カトリーヌはマルグリットを彼女の遺言から切り離し、二度と会うことはなかった。カトリーヌはアンリ三3世をフランソワ2世やシャルル9世のように制御することはできなかった。政府における彼女の役割は行政長官か放浪する外交官のようになった。彼女は王国内を広く旅し、国王の権威を守らせ戦争を阻止しようと努めた。 1578年に彼女は南フランスを陳部する役目を引き受けた。59歳の彼女は南フランスをめぐってユグノーの指導者たちと会談するための18ヶ月に渡る旅に出発した。この努力によりカトリーヌはフランスの人々から新たな尊敬を集めた。1579年パリへの帰還に際し彼女は 市外で高等法院や群衆から歓迎を受けている。ベネツィア大使、ジェロラモ・リポマンノは、彼女は手に負えない、フランス人を飼いならし、統治する不屈の母木先だ。今や彼らは、彼女の勲功と統一への関心を認めており、彼らは、もっと早く彼女を評価しなかったことを残念がっている、と書き記している。だが、彼女は幻想など抱いてはいなかった。 同年11月25日、彼女は国王にこう書き送っている。あなたは大規模な反乱を目前にしています。そうではないという、者たちは嘘つきです。カトリック同盟、ギーズ公、アンリ多くのカトリックが、ユグノーと融和しようとするカトリーヌのくわだてにあぜんと、した。暴流直例以降、彼らは、自らの信仰を守るために、地域同盟を結成し始める。 大位継承者であったフランソワの1584年の死はギーズ公のカトリック同盟主領就任を促させた。彼はナバラ王、アンリの大位継承を阻止して代わりにカトリックであるアンリのオジブルボンスーキ教を大位継承者とするべく画策する。この目的のためにギーズ公は多数のカトリック諸公貴族そして高位聖職者を募り、 スペインとジョアンビル条約を締結して、異端との戦争を準備した。アンリ3世は同盟との戦争に突入せざる得なく、なった。カトリーヌは、平和は棒切れで運ばれると評した。彼女は国王に、お気をつけなさい。特にあなたの進化たちを、恐怖で死んでしまいそうなほど、あまりにも多くの裏切り者がいますと書き送っている。アンリ三世には、 それぞれが自身よりも強力な軍隊を有するカトリック、及び、ユグノー双方と同時に戦うことはできなかった。1585年7月7日に締結された、ヌムール直令で、アンリ三世は、カトリック同盟のすべての要求を受け入れさせられた、上に、同盟の兵士たちの給与まで支払っている。王室は国家を統制する力を失い、 スペインの侵攻に直面したイングランドを助ける立場にもなかった。スペイン大使はフェリペ2世に脳は破裂する寸前ですと語っている。1587年、プロテスタントに対するカトリックの激しい反発はヨーロッパをまたがる軍事行動となった。2月18日のイングランド女王エリザベス1世による元スコットランド女王メアリーの処刑は カトリック世界を激怒させた。フェリペ2世はイングランド侵攻を準備する。無敵艦隊の港を確保するためにカトリック同盟は北フランスの大部分を支配した。最後の月日とシアンリ3世は自らの身を守るためにスイス兵を雇ったがパリ市民は町を自分たちで守る権利を主張した。1588年5月12日。 パリ市民は通りにバリケードを築き、ギーズ公以外のいかなるものの命令に従うことも拒否した。ミサへ行く途上のカトリーヌは行く手を阻まれ、彼女は許しを受けてバリケードを通らざるを得なかった。年代記作家、レトワールは彼女はその日の昼食の間中泣き叫んだと述べている。私は脱出する巧妙がわずかしかないこのような騒動に出会ったことは、 かつてなかったとカトリーヌは、ベリエーブルに書き送っている。カトリーヌは、毎一発で危機を逃れ脱出していた国王に、この場は、妥協をし、後日戦うために生きるような暗示のように助言した。6月15日、アンリ三世は、正式に統一直令に署名をし、同盟のすべての要求を受け入れた。9月8日、ブロワで開催されていた三部会において、 アンリ三世は何らの事前警告もなしに大臣全員を解任した。肺感染症で床にあったカトリーヌは知らされていなかった。この国王の行為によってカトリーヌの権力は終わった。三部会の会合においてアンリ三世はそれまでのカトリーヌの功績に感謝の言葉を述べ国王の母のみならず国家の母でもあると称えた。アンリ三世は 問題の解決法をカトリーヌに伝えていなかった。12月23日、アンリ3世は、ギーズ公を、ブロワ城に呼び寄せた。ギーズ公が、アンリ3世の部屋に入ると、国王の護衛兵が彼の体に剣を突き刺し、ギーズ公は、王のベッドの足元で死んだ。同時に、ギーズ家の8人が粛清され、ギーズ公の弟ギーズス数キ卿は、この翌日に、 地下牢で切りり刻まれれているギーーズ公が暗殺さたた直後ににに三世はカトリーヌの寝室に入り彼女に告げたお許しください。ギーズ殿は死にました。彼は二度と話すことはありません。私が彼を殺したのです。私は彼が私にしようとしていたことをしてやったのだ。カトリーヌのその場の反応は知られていないが、クリスマスの日に彼女は、 修道士にこう語っている。ああ、なんと、哀れな人だ。彼が何をしたのか、あの子のために祈って、私は、あの子が自ら破滅へ向かっているとわかっています。1589年1月1日、カトリーヌは、古い友人のブルボン数奇卿を訪ね、間もなく自分は自由になると語った。彼は、貴女の言葉は、奥様。 私たち皆を屠殺場へ送り込んできたのですと叫んだ。カトリーヌは涙を流しながら立ち去った。アンリ二世とカトリーヌ・ド・メディッシスの母病。サンドニ大聖堂1月5日、カトリーヌは69歳で、おそらくは、凶膜炎により死去した。彼女に近い者たちは、彼女の命は、息子の行為による苛立ちによって縮められたと信じて、いたとレッドワルは書き記している。 パリが国王の敵に占領されていたため、カトリーヌはブロワに埋葬された。カトリックジニエの名手だったギーズ公の暗殺に、フランスのカトリックは激行し、パリ大学は国王に対する忠誠義務解除を宣言した。アンリ3世はユグノオジミエと同盟を結び、ナバラをアンリと共にパリを包囲する。カトリーヌ死去から8ヶ月後の8月2日、アンリ三世は、 修道士、ジャック・クレマンによって暗殺された。アンリ3世の死により、3世紀近くにわたった、バロア朝は断絶した。ナバラオアンリがアンリ4世として、フランス王位を継承し、ブルボン朝サが開かれた。カトリーヌの遺体は、後に、アンリ2世と、愛称、フィリッパ・ドゥチの娘・ディアーヌが、サンドニ大聖堂に改装させている。 フランス革命中の1793年、彼女の遺骨は群衆によって他の王や王妃たちのものと共に集団墓地へ投げ込まれた。後年、アンリ4世はカトリーヌについて次のように語ったと伝わる。カトリーヌの時代には、メディチケはイタリアでは有力家門になっていたが、フランス宮廷では不釣り合いな結婚とみなされており、息子の嫁のスコットランド女王、メアリーまで、 フィレンツェの承人女と陰口を言っている。メディチ家の先祖が薬剤師とされていたことから、毒を盛る女、マダム・サタン、ヘビ姫と呼ばれ、フランソワ一世の第一王子フランソワが急死した際にはカトリーヌによる毒殺が噂され、また性的ジャンヌ・ダルブレが急死した際にもカトリーヌが毒殺したと、プロテスタントから非難されている。カトリーヌは、 イタリアの先進文化をフランスにもたらす役割を果たしたとも言われ、フィレンツェ料理を宮廷に持ち込み、中世ヨーロッパ共通の食文化からフランスの料理を離脱させ、フランス独特の料理を始めたと考える歴史家もいる。しかし、松本隆則、も田ち子は当時イタリアとフランスの料理に技術的な差はなかったと述べており、カトリーヌが、 食文化に影響を与えた証拠が文献にないこともあり、実際には影響を与えておらず、フランス料理は17世紀半ば以後に始まったと考える学者もいる。グレゴリウス山田はあの辺りの時代にフランスに伝わった大抵のものは彼女に返せられる傾向にあると指摘している。フォークやその他の食器類そして食事作法、ソースや地中海産の野菜、 アイスクリーム、フロランタン、マカロン、シューといった菓子類、礼儀作法としての清潔、香水もカトリーヌがフランスに伝えたとも言われている。ニューヨーク大学のローラ・ワイスはシャーベットアイスクリームをカトリーヌがフランスにもたらしたという話には根拠がないと述べており、メジロ大学の大元高秀らはシュークリームの成立にカトリーヌ、ジャン・アビス、 アントナン・カレームの三人の功績が深く、関わっているという定説は単純化が過ぎると述べている。カトリーヌ本人は美食家で、このためカフになってからは非常な肥満体になった。カトリーヌは、先生術などの占いを好んでいたことでも知られ、特にルーカ・ガウリコ、ミシェル・ド・ノートルダム、コジモル・ジェリといった、先生術師を徴用していた。カトリーヌが、 死の直前まで、自身の死に関する予言を気にしていたとされるエピソードは、彼女の占いへの系統ぶりを端的に示すものである。冬の勝利、アントワーヌ・カロンが。1568年。カトリーヌは、学識のある、ルネッサンス諸侯の権威は、武力と同じぐらいに文字に居するものであるという、人文主義者の思想を信じていた。彼女は、 メディチ家の先祖たちやヨーロッパの主導的な芸術家たちを招聘したギフフランソワ一世の影響を受けていた。内乱と王権衰退の時代に彼女は豪華な文化的装飾によって王室の威信を高めようとした。王室財政を支配できるようになると彼女は芸術のパトロン活動を開始し、それは30年間続いた。この時代彼女は 芸術全分野にわたる独特の後期フランスルネッサンスを主催した。カトリーヌの没後に作成されたオテルドラ・レーヌの財産目録は彼女が熱心な収集家であったことを示している。列挙された芸術作品にはタペストリー、手書き地図、彫刻、豊富な織物、黒炭の家具、造毛細工、中国やリモージュの陶器が含まれていた。また、 カトリーヌの存命時に流行した数百の肖像画があった。肖像画コレクションの多くはジャンクルーエや息子のフランソワクルーエの作品である。フランソワクルーエはカトリーヌの家族全員や数多くの帝神たちの肖像画を描いている。カトリーヌの没後、フランスの肖像画の質は衰えた始めた。後期バロア朝に講演され、 フランソワ・クルーエによって絶頂に達した学派は1610年までに消滅している。カトリーヌ・ド・メディッシスの宮廷における肖像画以外の絵画についてはわずかしか知られていない。名の知られた画家は彼女の人生の最後の20年間において現れたわずか二人に過ぎない。少数の作品しか現存していないクザンとフォンテーヌ・ブローのプリマティッチオの下で働いた後に カトリーヌの宮廷画家となったアントワーヌ・カロンである。儀式への愛情と虐殺への没頭を伴うカロンの間に迫ったマニエリスムは宗教戦争期のフランス宮廷の神経質な雰囲気を反映している。一連の季節の勝利などのカロンの作品の多くはカトリーヌの宮廷で有名だった祝祭に影響された偶意的題材である。彼がデザインしたバロアタペストリーは カトリーヌによって主催された祝、祝縁行楽そして、壮大なエンターテインメントである模擬戦闘を祝った、ものである。これらは1564年に、フォンテヌブローで模様された祭児、祭事、1565年に、バイオンヌで開かれたスペイン宮廷との会合、そして1573年に、アンジューコアンリに、ポーランド王位を提供するポーランド施設の、 チュイルリーグ訪問を描写している。電気作家、レオニー・フリーダは、誰でもなく、カトリーヌこそが、後に、フランス王室が有名になる幻想的な、エンターテインメントを新たに開いたと評した。王妃のバレエコミック、ジャック・パタン制作の彫刻より、1582年、ミュージカル賞はとりわけ、カトリーヌの創造的才能を示す場となった。これらは、通常、 王国の平和や神話的主題に基づいたイデアに捧げられたものだった。これらのイベントに必要な脚本、音楽そして舞台効果を作るために、カトリーヌは当時の主要な芸術家や建築家たちを雇った。歴史家フランセスイエーツは彼女を祝祭における偉大な創造的芸術家と呼んだ。カトリーヌは伝統的なエンターテインメントへ、 段階的に変化を取り入れていった。例えば、彼女は、おのののエンターテインメントのクライマックスとなる、ショーにおける、ダンスの重要性を増やした。独特の新たな芸術形態であるバレードクールが、これらの創造的な発展から現れた。1581年に上演された、王妃のバレーコミックは、ダンス、音楽、詩、及び作曲が総合されており、学識者たちから、 最初の本物のバレエと評価されている。カトリーヌ・ド・メディシスが最も愛した芸術は建築であった。メディチ家の娘として、彼女は建築への情熱と偉大な業績を死後に残す欲望に借り立てられていたと、フランスの歴史家、ジャンピエール・バベロは述べている。アンリ二世の死後、彼女は一連の壮大な建築プロジェクトを通して、夫の記憶を不滅のものとし、 バロア朝の偉大さを高めるべく着手した。これらの業績には、モンソーレモ王城、サンモールイコールデイコールホッセ、そしてシュノンソ僧城が含まれる。カトリーヌは、パリに、チュイルリーグとオテルデラレンヌの二つの宮殿を造営した。彼女はこれらすべての建築計画の設計と監督に深く関わっている。カトリーヌは、 彼女の石像物に刻まれた愛情と悲嘆のエンブレムを有していた。詩人たちは彼女を新たなアルテミシア二世であると褒めたたえた。野心的な新築礼拝堂の中央装飾として彼女はサンド二大聖堂に壮麗なアンリ二世のボビオを混流した。これはフランチェスコ・プリマティッチオによって設計されジェルマン・ピロンが彫刻している。美術史家。 アンリゼルネールはこの墓碑をルネサンス期における最後のそして最も優れた応募と評した。また、カトリーヌはジェルマンピロンにアンリ二世の心臓を収めた大理石の彫刻を制作させた。祖先に彫られたロンサールの詩文にはこのような小さな壺に書くも大きな心臓が収められていることに驚くなかれアンリ二世の本物の心臓は カトリーヌの胸にあるのだからと書かれているカトリーヌは、莫大な資金を芸術に費やしたが、彼女が講演した者たちのほとんどは、高級的な名声を残すことはなかった。彼女の没後、ほどなくして、バロア朝が断絶したことにより、芸術のプライオリティが変化したためである。文章ン,ンリ二世。 カトリーヌ夫妻とその子女、カトリーヌ・ド・メディシスは1533年10月28日に、オルレアンコ・アンリとマルセイユで結婚した。彼女は10人の子を出産し、このうち7人が成人している。3人の息子が、フランス王に、即位。2人の娘が、外国の国王と、結婚。1人が公爵と結婚した。カトリーヌは、 アンリ三世及び、マルグリット以外のすべての子たちより長生きした。アンリ三世は、カトリーヌ死去の7ヶ月後に暗殺されており、マルグリットのみが、母の強権さんを受け継いだ。カトリーヌ・ド・メディシスとディアーヌ・ド・ポアチエを共通の祖先と、する者に、カリニャーノ・コール・イージ・ビットーリオがいる。その娘に、マリー・アントワネットの親友・ランバル皇妃ーー・マリー・ルイーズが、いる。 時代を下った子孫には、英国王室に嫁いだ、マイケル王子妃、マリー・クリスティーヌがいる。アンリ2世とカトリーヌの血筋は、二人の娘エリザベート、ド・バロアとクロード・ド・バロア通じて、2020年の現在まで残されている。ありがとうございます。